おい見ろ、あそこ。ねえ、ところでこれから行くレインベースってどういう町なの？確か夢の町だったか。ええ、人々がギャンブルで一攫千金を夢見て集まることからそう呼ばれているわ。そしてクロコダイルが経営するその町最大のカジノこそ私たちの目的地レインディナーズよ。カジノ、あれ、ちょっと待って、ここって私たちがレインディナーズにいた頃の世界よね。じゃあひょっとしてビビっていい？ええ、レインディナーズの近くにいるかもしれないわね。ビビ、そう、あなたたちの知り合いがそこにいるかもしれないのね。あの場所、この暑さだ。砂漠を越えるならしっかり準備しとかねえと危ねえからな。そうだ、みんなこれを使ってみてくれ。この服装で砂漠を越えるならこいつは必須だ。何？その怪しい薬品は。まあ日焼け止めみたいなもんだ。これで砂漠の日差しも大丈夫なはずだ。お前そんなものいつの間に。いつどんな島に着くかわかんねえからな、前もって作っておいた。賢明な判断だと思う。よし、宴だ。サンジ、飯作ってくれ。待ってろ、手持ちを確認したらすぐに作ってやる。ビビってどんな人なの？ビビは俺たちの仲間だ。仲間？海賊の一員？島に流れ着いた海賊は何人かいたけど、みんな乱暴で自分勝手だったわ。ビビは仲間だけど海賊ではないわよ。むしろ正反対の存在ね。王国を乗っ取ろうと企む謎の組織に潜入した王女ビビ。彼女は民衆に英雄と称えられる海賊クロコダイルこそが組織のボスだという情報を手に入れた。麦わらの一味と出会った彼女は共に航海を続け、ついにアラバスタ王国に帰還したのだった。確かに海賊とは違うみたいだけど、仲間って何？賑やかになりそうね。そこの人たち、このそれならこの鳥が必要だよ。鳥？このピンクの鳥はナビバードって言ってな、この先の迷いの峡谷では谷を抜ける正しい道順を示してくれる便利なやつなんだ。へえ、
それは便利ね。ありがとう、もらっていくわ。いや、なんでだよ、もらっていくなよ。おいおい、ずずしい嬢ちゃんだな。こいつはやれねえよ。だが菜の花の町なら同じ鳥が見つかると思うぜ。行ってみな。おかしいだろ。なあなあ、待て待て。本当か。うん、わかった。なんだ。よし。え、そうなのか。ルフィ。ありゃ、身がねえ。あ、ルフィ。ちょっと量は少ないけど、なかなかうまいぞこれ。ほとんど食っちまったって怒ってるぞ。ほとんどってそんなに食ってねえよ。一つか二つは残ってたはずだぞ。それをほとんどって言うんだって怒った。お前らがいるとデザートナッツを全部食われてしまう。案内するからここから出て行けってさ。ごめんね。いやー、意外とうまかったな、ナッツ。あなた、鳥の食べ物まで食べるのね。よし、迷いの峡谷に行くぞ。あの鳥がいてくれる保証はねえけどな。そうね。ナビバード、ちゃんと来てると思う？お、大丈夫だぞ。多分。だんだん不安になってきた。もう少し先まで行きゃはっきりするだろう。この先が迷いの峡谷か。迷いすぎて餓死しなきゃ。ナビバードが道を示してくれてるぞ。助かるわ、ありがとう。そうだな、ありがとう鳥。これで
この峡谷を抜けられそうね。これでこの峡谷を抜けられそうね。石像の上、鳥がいるわ。綺麗。あ、なんか言ったか。なんでもない。行くぞ。やっぱり綺麗。リムは鳥が好きなのね。そんなことは。その割には鳥を見て嬉しそうだな。嬉しそうにしてない。それにしても分かりづれえ場所だな。今の力を試すにはうってつけ。おい、殺気が隠せてねえぜ。ボーショットいってな、この野郎。ゴムゴムのブレット。あら、リーダーがやられて。おい、逃げてもいいんだぜ。三刀流王参戦。トレインタフルールフル。おりゃロビンちゃん。そうね、いただく。それにしても分かりづれえ場所だな。こりゃナビバードがいなけりゃ確実に迷ってたぜ。シッシッシ、そうだな。でもナッツは食べちゃったくせに。お、そろそろ出口なんじゃねえか。無事に抜けられたみたいね。ああ、鳥のおかげだ。それにしてもでかいトカゲだな。サンドラオオトカゲだ。2年前にも砂漠の中で会っただろうが。え、そうだったか。この野郎、取り返せ。ボーショット。効かねえな。つえな。ゴムゴムのブレット。きっちり型をつけるとするか。トラッケリ。そこまで。マナーがなってねえの。効かねえな。
トレインタフルールプリック。よし行くか。キレディの前でなめんじゃねえ。いってゴムゴムのバズーカ。チクショー。手強いわね。ちょっと痛いよ。おりゃこりゃ少しばかりギリギリ黙っ。なんだとこれ。きっちり型をつけるとするか。一刀流シッソンソン。手ごわいわね。みんな気をつけて。トレインタフルールプリック。ボーショット。よし行くか。刀の鍵にしてやる。ちょっと休憩だ。これでどう。よし邪魔だ。まだ行くわよ。そんなきっちりか。おいお前ら、そのまま休んでろ。あとは俺に任せ。きっちり型をつけるとするか。一刀流シッソンソン。一刀流シッソンソン。まだまだ。自由にやらせてもらうぞ。こいつ強えな。レディにはこの特別な一皿だ。さすがサンジね。ありがとう。俺できる男ですから。これは一筋縄ではいかなそうね。行きましょう。ありがとうロビン。ボーショット。一刀流シッソンソン。トレインタフルールプリップ。いちちちちちゴムゴムのピストル。腹ごしらえだ。さすがサンジね。ありがとう。俺できる男ですから。切り替えがありそう。一刀流シッソンソン。これは気を抜けなそうな相手ね。ボーショット。いちちちちち。うわっうわっ。おったトラッキー。行くわよ。ボーショット。こいつ強え。ゴムゴムのピストル。きっちり型をつけるとするか。悪い助かった。これは気を抜けなそうな相手ね。ムートンショット。その程度かよ。ゴムゴムのピストル。
いつを使ってみるか。悪い、助かった。これは一筋まではいかなそうだ。まだやなってねえの。切り替えがありそうだ。悪い、助かった。行くわよ。ムートンシャット。えいちちちちち、これ使うぞ。うわ、ありがとう、ルフィ。それ悪い、助かった。ちょっと待って、いって、ゴムゴムのバズーカ。これでいいか。ありがとう、サンジ。おい、クソゴッケ、見てられねえな。てめえの世話にはなんねえよ。感謝の一つも言えねえのか。おろしちまうぞ。ありがとう、サンジ。ちょっと痛いよ。キッ、えいちちちちち、ゴムゴムのピストラ。これでいいか。ありがとう、サンジ。きっちり肩をつけるとする。トラッキー、これでどう。なめんじゃねえ。えいちちちちち、やめよ。それ悪い、助かった。ちょっと痛いよ。ムートンシャット。えいちちちちち、ゴムゴムのよし、行くか。悪い、助かった。これは一筋まではいかなそうだ。その手にだ。いって、そりゃ悪いな、ルフィ。手強いわね。みんな気をつけて。ありがとう、ロビン。邪魔だ。くそ、違う。ありがとう、サンジ。切り替えがありそうだ。トラッキー、任せて。ちょっと痛いよ。ゴムゴムのピストラ。くそ、違う。その程度か。ありがとう、サンジ。きっちり肩をつけるとするか。これは気を抜けなそうな相手ね。ゴムゴムのピストラ。ロビンちゃん、これ受け取って。さすがサンジね、ありがとう。俺できる男ですから。切り替えがありそうだ。トラッキー。これは一筋まではいかなそうだ。ゴムゴムのまず。くそ、違う。ムートンシャット。切り替えがありそうだ。これは一筋まではいかなそうだ。ムートンシャット。こいつ強え。ゴムゴムのピストラ。鬼ゲー。これでどう。なめんじゃねえ。やめよ。切り替えがありそうだ。
これは気を抜けなそうな相手ね。ムータンシャット。いちちちちち。ゴムゴムのピストル。鬼。ちょっと痛い。きっちり肩をつけるとするか。ありがとう、ゾロ。いってー。手強いわね。みんな、気をつけて。そらよ。ありがとう、サンジ。ちょっと、休憩だ。これでも食ってろ。てめえの世話にはなんねえよ。感謝の一つも言えねえのか。いってー。ゴムゴムのピストル。手強いわね。みんな気をつけて。ボーショット。俺がこれ。悪い、助かった。よし、行くか。俺の方が強い、それだけだ。ナビバードのやつが先に飛んでなければ、食われてたのは俺たちだったかもな。ありがとう、ナビバード。お前の犠牲は忘れねえ。いや、さっき元気に飛んでいったろ。ナナ、この世界で死んだら俺たちどうなるんだ。死ぬわ。正しく言うなら、意識が死んで不思議空間で眠っているあなたたちの体が目覚めなくなるってこと。しししでも腹減ったら起きんだろ。無理よ。心が死んだら体は動かなくなるわ。そのまま不思議空間で白骨化していくのね。この先の大岩を抜ければサンディ大砂漠に出られそうね。よし、行こう。それでこの先はどっちに進めばいいんだ。2年前の記憶はほとんど役に立たないし、この辺りの人に一度確認しておきたいところね。あんたたちどうかしたのか。俺でよければ話を聞くぜ。本当に？ちょうどよかったわ。私たちレインベースを目指してるんだけど、どっちに進めばいいか教えてもらえないかしら。へえ。ということはあんたたちこの辺は初めてみたいだな。そうかそうか、なるほどなるほど。いやあ、あんたたち最初に会ったのが俺でよかったな。どういうことだ。この辺りは悪い砂族の縄張りでな、砂漠に慣れてない奴はあっという間に奴らの餌食に。
俺たちのこと呼んだかい？出た！砂族だ！早速かよ。あんたは後ろに下がっ。俺の出番か。勝ち抜き！やるな。その程度だ。ゴムゴムのピスター！やるな。コックに逆らうとどうなるか教え。ボーショット！やるな。その程度だ。すぐに黙らせてあげるわ。ドスフルール。グラップ。まだだ。ちちちちちち。ゴムゴムのガソリンだ。まだだ。諦めねえぞ。ボーショット！まだだ！これだ！すぐに黙らせてあげるわ。トレインタフルール！まだだ！やば、やば、しまった。おら、来いよ。そこだけ。やば。私がやられるわけには。トレインタフルール。フリッ。まだだ。フン。そんな。えいちちちちち。ゴムゴムのバズーカ。まだだ。お前じゃ退屈しのぎにもなりゃしねえ。三刀流奥義三千世界。まだだ。俺たちの今行く。おりゃ。圧倒的交際。ま、こんなもんか。シシシ、勝った。ん？おい、さっきの男の姿がねえぞ。あら、私たちの水と食料もなくなってるわね。ちょっと、どういうことよ。ひょっとして、砂族の仲間がどっかに隠れてて、俺たちがこいつらと戦ってる間に、おっさんともども。みんな、食料の匂い東に続いてるみたいだぞ。よし、取り返しに行くぞ。俺の飯。むー、そこはみんなのだろ。いいもんがあるじゃねえか。見渡す限りの砂浜ね。砂浜？お前砂漠を知らねえのか？
こんなに大きな砂浜は見たことがないわ。あ、テントがある。この砂浜、どこまで続いてるの？いや、だから砂浜じゃねえって。飯。飯やねえかな。こんな砂漠に店なんてないわよ。またそれ、食いしん坊ね。あそこにいんのは、あんなと、ね、お前らここまで来やがったのか。いや、普通来るか、うん、こいつ何をブツブツ言ってんだ。私たちの顔を知ってるってことは、間違いなく水と食料を奪った砂族の仲間みたいね。違う違う、俺はあいつらの仲間なんかじゃ。いや、言っても無駄だよな。ああ、なんか妙に物分かりがいいわね、こいつ。よし、じゃあお前らとりあえず戦うか。じゃないと俺も後でボスに怒られるしな。ああ、結局戦うのかよ。俺がゴムゴムのガトリング。おい、お前さらよ。ありがとう、サンジ。その程度だ。きっちり型をつけるとするか。行くぞ、竜巻。その程度だ。これで元気になるぞ。おう、やるじゃねえか。そうだ。その程度だ。俺だって強くなったんだ。こんな奴に負けねえぞ。これで元気になるぞ。おう、助かるぞ、チョッパー。きついぜ。ゴムゴムのガトリング。
一刀流、いよい、シッソンソン。効かねえな。行くぞ。アウンポイント確定。ロゼオ。いつも通り自由にやるぜ。その程度だ。効かねえな。どうだ。ちょっと休憩だ。いちちちちち。お前も食え。悪いなルフィ。もう気は抜かねえ。そこをどけ。ボーシャット。ちょっとやばいかもな。俺の出番か。ほら、やる。もう気は抜かねえ。これで元気になるぞ。助かったチョッパー。効かねえな。いって、これ使うぞ。悪いなルフィ。ボーシャット。効かねえな。ちくしょう、こんなところで。お前も食え。助かったぞルフィ。俺がいる限り誰。アウンポイント確定。ロゼオ。その程度だ。俺の出番か。ボーシャット。効かねえな。その程度だ。俺はもうあの、これで元気になるぞ。おう、助かるぞチョッパー。ここが正念場だ。助かったぞゾロ。力が入んねえ。間違ってもレディーに手出すんじゃねえぞ。任せろ。ゴムゴムのピストル。よっと。アウンポイント確定。ロゼオ。邪魔だ。お前たちの相手は俺だ。生きなことするじゃねえか。お前も食え。刃こぼれすら己の恥だ。竜巻。ムートンシャット。その程度だ。
やるか。竜巻！もう気は抜かねえ。邪魔だ！ゴムゴムのピストル！おら！ふん、効かねえな。てらこの野郎！情けない姿を見せちまったな。鬼！次はどいつだ。ここで倒れちゃ立つせがねえ。あの地獄の2年間に比べたら些細なもんだ。勝つには勝ったけど、結局ここには水も食料もなさそうね。おいお前、飯どこだ。俺がお前らに教えるわけが。いや、話した方が身のためだよな。あ、これ以上痛めつけられたら大変だし。こいつ意外と余裕あるな。お前らの水と食料なら、ボスが西のアジトに運んだぜ。西？どういうことよ。私たちが追いかけてきた方向と真逆じゃない。ボスは途中で進路を変えたのさ。たまにお前らみたいに追っかけてくるやつがいるからな。うん、俺たちがここら辺にいたのは目くらましってわけだ。やられた。完全にはめられたわ。ルフィ、みんな急いで西に行くわよ。おう。間違いない。食料の匂いはやっぱり西の方だぞ。腹減った。相変わらず暑すぎるわね、この砂漠。なんかヤバそうな場所だな。今の力を試すにはうってつけだな。くそ。
ソ野郎どもが。俺もそっちに行くぞ。待ってろよ。間違ってもレディに手出すんじゃねえぞ。情けない姿を見せる三刀流奥義三千世界。行くぞゴムゴムのブレッド。やるじゃねえか。俺がいる限り誰も死なせねえ。アームポイント黒点ロゼオン。効かねえな。竜巻俺は逃げる気もねえし殺される気もねえ。ボーショット。ちょっと休憩だ。俺はもうあのアームポイント。やるぞ。ゴムゴムのガトリング。いや、毒か。竜巻。大剣豪になる日まで絶対にもう俺は負けねえ。文句あるか、海賊王。しない。いい調子だ。よっ。ボス、うまくいきましたね。スナッハああ、バカな連中だ。きっと今頃、砂漠の東で途方に暮れてるだろうさ。なあ、お前はさっきの。忘れてたが、そういやいたな。どうやら砂族にさらわれたんじゃなかったみてえだな。砂？てめえら、なんでここに？そう、一般人のふりをして私たちを油断させて隙を見て水と食料を奪っていったのはあなただったのね。スナファナファ。だったらなんだ。言っておくが、水も食料ももう俺たちのもんだぜ。砂漠だよな、騙される方が悪いのさ。そんなの知るか。飯を奪ったお前らは許さねえ。ボス、こいつらの相手は俺たちだけじゃ。すな、わかってる。こういう時は用心棒の先生だ。というわけでお願いします。先生、先生。おい、見ろ、あそこ。
ずいぶん変わった先生ね。油断すんな、来るぞ。見ろあれ、バナナからワニが生えてるぞ。本当だ、変なバナナだ。バカだな、よく見ろ、あれワニからバナナが生えてんだろ。こんなやりとり、あんたたち真面目にやんなさいよ。ルフィ、食料を取り返すんじゃなかったの？うおー、俺の飯。バスコート。まだだ、これだ。きっちり肩をつけるとするか。竜巻！まだだ！効かねえな。まだだ！どれ？俺がゴムゴムのピスト！肩をつけるとするか。俺だって強くなったんだ。こんなやアームポイント確定。ロゼオン。俺がゴムゴムのブレッド。意外がありそうだ。一刀流、いよい、シッソンソン。ボーシャット。
これで元気になるぞ。ありがとう、チョッパ。こいつ、強いな。ゴムゴムのブレッド。これで元気になるぞ。またやれる。一刀流、よい。シッソンソン。待ってろ。マナーがなってねえよ。ぶっ飛ばしてやる。邪魔だ。怖くな。これで元気になるぞ。助かった、チョッパー。おう、おら、きっちり肩をつけるとするか。怖くなんてねえぞ。ボーショット。行かねえよ。よし、行くか。俺だって強くなったんだ。これで元気になるぞ。ありがとう、チョッパ。なめるんじゃねえ。粋なことするじゃねえか。くらえ。一刀流、よい。シッソンソン。これで元気になるぞ。よし、一刀流、よい。シッソンソン。ゴムゴムのブレッド。肩をつけるとするか。誰か早く。これで元気になるぞ。おいお前、
下ろしちまうぞ。きっちり肩をつけると一刀流。いよい、シッソンソン。肩をつけるとするか。俺死ぬのかな。ここで倒れちゃ立ちせがねえ。ゴムゴムのバズーカ。きっちり肩をつけるとするか。これで元気になるぞ。ありがとう、チョッパ。おう、まだやがってねえよ。一刀流、いよい、シッソンソン。ゴムゴムのな。ムートンシャット。あの地獄の2年間に比べたら些細なもんだ。俺が万能薬になるんだ。砂、そんな先生がやられちまうなんて。なんだ、てめえは戦わねえのか。してくれ。俺が砂族のボスをやってられたのは先生のおかげなんだ。それだってたまたま先生との交渉がうまくいったからで、俺には戦う力なんてこれっぽっちも。いいからお前、俺の水と飯返せ。みんなの飯な。スタッフ、今すぐに。これでもういいですよね。ほら、奪ったものはすべて返しましたし。ううん、よくないわ。私たち結局レインベースにどう行けばいいのか聞いていないもの。あ、そうでした、そうでした。でしたらここから砂漠の方へ戻っていただきますと、ボーンブリッジキャニオンへの入り口がありましてですね。
レインベースに行くにはまずそこを通って岩山を越えていただく必要があるかと。そう、わかったわ。とりあえずボーンブリッジキャニオンを目指せばいいのね。はい、さようでございますです。それでは皆様、良い旅を。ちょっと待って。すだ、まだ何かご用で。私たち、あんたたちに散々迷惑をかけられたのに、このままお別れってのもなと思って。と言いますと、あんたたちが悪どいことをやって溜め込んだお宝を私たちに全部よこせって言ってるのよ。スナフー、そんな、どうかそれだけは。あら、彼ショックのあまり気絶したわね。まったく、よくこれで砂族のボスなんかやってられたわね。でもいいわ、ここは砂族のアジトだもの。お宝の隠し場所もどうせこの辺に決まってるわ。さあ早速探すわよ。私の目は絶対にごまかせないんだから。いいからボーンブリッジキャニオンを目指そうぜ。